俺がはっきりしないからなんだよな。俺どうしたらいいんだろう。皆さん、はじめまして。この学校に転入しました上和泉麻耶です。これからよろしくお願いします。杉山さん、少しいいですか。じゃあ、また明日。周一。麻耶、どうしてあの子がこの学校に。杉山さん、あなたはテニス部なんですか。まあそうだけど、どうして。いいえ、聞いてみただけです。全く対はありませんので。まさか俺に興味があるなんて妄想は抱かないでください。なんかさっきと雰囲気違うな、この子。呼び止めてしまってごめんなさい。それじゃあ杉山さん、また会いましょう。なんだったんだ麻耶。